武井テレビ10チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、まあ最近ちょっと1分間動画、1分間滑らない話っていうのをショート動画で、まあこの YouTube チャンネルでもやってるんですけど、他はもう TikTok とかにも上げたりしてるんですけど、まあ結構ねそれがね再生回数がバーンと1000超えてね、結構みんな面白いって言ってくれるんですよ。で、まあ、まあ、1分とは言わず、30秒面白話、15秒とかね、いろいろ上げてみたんですよ。まず、これ見てください。どうぞ。オチのない話をする女は嫌いやと居酒屋で喋ってたら、隣に座ってたおばあんが、お兄さん、オチのない話をする女を口説いてもなかなか落ちないわよ。ガー！オチのある話をする女、もっと嫌い。まあオチのない話をする女もなかなかちょっと、まあね、関西の人なんか特にちょっともう余裕ね、女の人でもね、関西の女の子とここ話してて、それでさ、何でオチはとか言う、あれもな、あのきついわ。なんでわざわざオチ言わないかんねんって。まあ芸人やったらわかるけど、関西の人がね。でも意外とこう、オチを言う女、もっと俺はあかんわ。いや本当に、なんやろな、こう、一個一個に、ね、一つに話にこう、簡潔にこう、落とさんと関西の人って会話が通じひんみたいな。ねえ、さあ続いてこれ見てください。どうぞ。デイサービスでアルバイト、初出勤、少し緊張。利用者のおじいちゃんおばあちゃんに、どうもこんにちは、今日からお世話になる武井です、よろしくお願いします。そうですか、お部屋は何番ですか。利用者ちゃうわ。でね、まあ僕今ちょっとアルバイト、本当にまあデイサービス行ってるんですけど、まあこれもまあ本当のネタですよ。それでね、あるんですよ、ほんまに今アルバイト行ってるとこ、出勤、初出勤から3、4日経ったぐらいかな、急いで行ったらね、もうタイムカードっていうか、こうね、パスモのやつでコピってやる寸前に、あれ今日俺出勤ちゃうわ思って、出勤ちゃう日に出勤しようとして、やばいで、お年寄りのサポートをするのに俺がサポートされる側やんけ思って、ほんでなんか従業員にまだ慣れてないから、他の人にバレたらいかんと思って、こそーっと帰ったもんね。まあ他はね、今アルバイトする前違うところで、そういうデイサービスっていうのはこう昼間ね、いろいろこう食事とかしたりとか、まあ、ゲームしたりとか、そういうサポートをしたりで、サコーって言ってそこのこう、上にこうね、もうそこで住むというか、そこで施設でまあ入居するっていう、そのサコーで僕こう掃除とかしてた、部屋を掃除してた時期があったんですよ。で結構ね、まあその元気な方もおられるし、そんでまあこうベッドで寝たままの方とかおられるし、である方がちょっとね、もう言葉が喋れなくて、それでこう文字でね、こう文字をこう指さして喋るという、んでこう失礼しますって、掃除いいですか言うたら、こう文字ではいとかで、んでこう終わったら、どうもありがとうございますってカーテンを閉めてとかってこう文字でやるんですよ。である時ね、もう一月ぐらい経ってからかな、ちょっとみたいに俺を呼ぶんですよ。男性の方なんですよ。で、あなたは芸人ですかって聞いてきたのよ。スタッフの人がまあ俺を芸人やってその人に言うたんやと思うんですよ。で、実は私の妹はっていうのは、俺もその知っててん、実はその、まあ、名前は言えないけど、その人の妹さんはすごく有名な女優さんなんですよ。
ええ、もう渡る世間とか出てはった人なんですよ。ちょっと名前は言えないけど。で、それ、あ、僕知ってますって妹さんね、あの女優さんなんですよね、とか、おーとかで喜んでくれてはって。ほんで、あなたはどんな芸をするのですかみたいな、こうね、文字をこう、押さえて、あ、僕ですか、僕はスタンダップコメディというか漫談なんですよ。あ、ほらちょっとやりましょうか言うて、ほんで1分ぐらいちょっと漫談をねバー喋ったんですよ。そしたらその人がどうでしたって言うたら、うーんって傷ついたわ文字で表すな感想っていうのね、そんなありましたけど。さあ続いてこちら見てください、どうぞ。中学の時、おかんに告白された。お母ちゃんはな、結婚する前にお姉ちゃんができてしまったんや、だから結婚したんや、お父ちゃんと。え、一番上のお兄ちゃんは。いや、うちのおかん、ほんまにこれね、告白されてテレビかな、あれ高校時代のお母ちゃん、実はな、お父ちゃんと結婚する前に姉ちゃんがね、身をもって、姉ちゃんだから結婚したんや。え、その上にお兄ちゃんおるけどって思ってん、俺それよう聞かんかった、ほんまにややこしい、ほんまに、天然なんですよ、うちのおかんは。一回小学校の時、母親さん神に、来る時に、おかんおしゃれしてきた、したんやろな、スプレーでヘアスタイルガチ固めて、ほんで、俺はロッカーの方に おかんとかこう立つやんか。そしたら、なんや、他のクラスも、なんや、ちょっと匂わへんかみたいな。で、後ろのお母さんたちが、何やろなとか言うたら、何とか、あれ武井さん違うで、何がって、頭なんか臭いでって、どうやんしたこれとか言うて、カチカチなのよ。ほな、あっって、うちのお母さん言いよったんや。え、どうやんしたいや、私髪の毛のスプレーやと思ったら、ハエ殺す緊張のあれ吹いてきたわ、はははーって。俺もう下うつむいてよう顔上げんかったわ、ほんまに。そんなおかんでしたよ。続いてこちら見てください、どうぞ。通天閣あたりの居酒屋のレジで、わいわらキャッシュレスやから現金は持たへん主義やねん。いや違うねん、おっさんは現金を持たへんのと違う、現金を持ってへんねん。警察呼ばれたね。あー、本当にエッジの効いたおっさんが通天閣あたりはいっぱい出るわ、ほんまに。あー、昼間からヘベレゲのおっさんが通天閣見上げて、お前が降りてこいって意味が分かれへん。ほんまやで。ほんで、なんなんやろな、歯だいたい2、3本しかないんですよ。なんか4本以上ある人は見たことないわ。4本以上ある人はあそこで住めない条例があるんちゃう？マジで。なんなんやろな。献血の車に血くれ言うてるおっさんもおるしね、フラフラそんな、何がどんやか、くれみたいなね。最高やわ、あそこのおっさん。競馬とかでね、場外馬券とかね、サブロクオーナーやったーってモニター見ながらね、こうてればなーってこうてへんのかい。買う金ないんやけどね、一日中おる町最高やね。ワンちゃんを散歩させてるんですよ。久しぶりに通天閣行ったら、昔はそんな散歩させてるおっさんとか行ってなかったからね。昔はもう町はもう犬は単独で散歩してるからね。で、最近はこうね、散歩してるおっさんいてたわ。ほんで、こう、ワンちゃんに服着せて、過保護に育ってるんやろな。ただ、その散歩最初のおっさん、上半身裸なんですよ。自分の服買う金はなかったんやろね、ワンちゃんの服買うても、だから。ほんで、なんか高そうな帽子、キラキラ光る帽子かぶっとったら、その帽子かぶったら服買えやと。ほんで、このおっさん、これもう勝てんわ、思ったのが。
この帽子のところにキャットって書いてた。ワンちゃん散歩しながらここキャットやで。勝てん思うたわ。続いてこちら見てください。どうぞ。フードコートでデート、彼女を見失い必死で彼女を探してる彼を見て帰るか、冷め切った彼女、やっと見つけて席に戻ってきて、今度は料理が出来上がったベルが鳴る。そのベルが鳴るのを持ちながらどこの店かずっと探しまくってる。その彼を見て彼女はもう帰った。ベルが現象。いやこの前ね、ほんまに嫁はんとフードコート行ってたら、なんかね、最初そのカップルがこう座って、そんで彼氏がなんかね、お店になんか注文しに行って、ほんでパッと振り向いた時、その俺なんとなく彼氏見たら、彼女がいや俺の横におんねんで、横のテーブルに彼女がどこやわからなかったんやろな。それをこう探してんねや。うわぁ探しとるわぁ思って、ほんでパッとその子見たら、えぇ、ー、みたいな、うわぁはずみたいな顔して、えほんまにこうなんかそういう探してる姿見たら、こう蛙化現象で、あこういう風になるんや思って、おほんでそいつやっと見つけてこう来た時に、ああとか言った、あ女の子もえんとかやってないけど、ほんであの注文のピー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 ってなって、あ取ってくるわ言うて行ったら、またその店がどこやわからんで、もう探して探してしてる。もうそれ見て彼女ふっと立って向こうになんか生きよったわ。あ帰ったんちゃうか思って。いやーでもようわからんわ、その蛙化現象、その冷めるっていう基準が、そのラインがわからん。例えばこう店いてて2人でいて、店員さんにすいませんって店員がこう気づかない時あるやんか。そういう時、うわこの人店員に気づかれてないとかで冷めんねんって、わからんわ。ほうほう。であとは彼女に誕生日のプレゼントサプライズで、まあなんか自転車でこう45分ぐらいかけて彼女の家行ってプレゼントを渡したんやで。そしたら普通喜ぶんかなと思った、うわこの人45分もかけて自転車で来てはるみたいな、そんなんでこう冷めんねんて、また45分かけて帰んねやみたいな。ようわからんわ。あとはクロールとかのこう息継ぎの顔を見た時に冷めんねんて。まあ、しゃあないやん、人間の生きる呼吸するやんか。こうどこの顔がこの顔が冷めるんやろな。だからもう無表情で追いかなあかんのちゃう。まあそういったわけで、ね、こういうショート動画どんどん交代していきますんでね、ぜひ皆さん見てください。そんでまたショート動画をこうやって一本ずつこう実はってもっと話のを広げてこうゆっくり、話していきますんで、お楽しみに。